こんにちは、角川さくらナイツ森です。そして、はい、角川さくらナイツ岡田さやかです。友達、家族と、某夢の国、はい、一緒に行った時の、堀さんの服装と、はい、で、じゃあ第2弾はですね、奥様の、はい、ディナー、ちょっといいレストランでのディナーということで、これはちょっとフォーマルな感じ。そうですね、はい、改めてポイントお願いします。そちらはですね、はい、まあディナーですから、はい、ちょっとフォーマルめ、うんうん、なんかこうなんですけど、はい、まあちょっとドキッとさせたいなとは私は思うんですよね、うんうんうん、だから普段とは違う一面を見せられたらいいんじゃないかなと思ってます、はい、うんうん、そうですね、やっぱりこうご家族での多分食事たくさんあるんですけど、はい、奥様とのデートでね、なか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 ないですから、はい、やっぱここで惚れ直してもらうっていうことは大事ですかね。はい、というところでそのポイントを踏まえて、はい、堀さんはどんな服装なんだろうかというところで、楽しみにしていただければと思います。というわけで後編ということで、はい、改めてお題なんですけれども、奥様と一緒に、ちょっといいレストランディナーデートに行くというお題になっておりまして、はい、今回のポイントですとどんな感じでフォーム、さっきとね別のパターンで、ね、はい、はい、カジュアル、さっきはカジュアルでしたけど今回はどうフォーマルになってくるのかというところを楽しみにお呼びしたいと思います。じゃあ堀慎吾さんどうぞ。なんでさっきから自信なんですか。自信はないです。自信入ってるんです。ちょっとすいませんみたいな教えてください、はい、はい、というわけで堀さん今回の、服装のポイントをお願いします。はい、はい、そうですね、はい、しっかりした格好で、はい、いいレストランに行くということで、はい、うん、どうですか。終わり。きっちりきっちりしてきました、はいはい、それはどこから決めましたか。これはですね、ジャケットですね、これも、うん、セットアップですよね、これね。うん、はい、セットアップですね、はい。だからセットアップから決めたって感じですか。まあ、要は このセットから決めたってことですよね。あ、そうです。はい。うん、そんな感じ。そうです。はい、なんで毎回自信なさそうなんですかね。その中の着る服はどうやってまた決めたんですか。あ、そう、この、はい、セーターなんですかね。これですね、はい、ちょっと、これ、あんまり言っちゃいけないかもしれないですけど、はい、マネキンがこれに似たの着てたんですよ。あ、つまり、はい、そのまま買ったマネキンがいいってことですかね。マネキン打法。マネキン打法。どういう打ち方なのかちょっと分かんないけど、つまりそのまま、はい、マネキンで買ったってことでいいいや、そのままじゃないです。アレンジは加えてない。どのアレンジを。だこれじゃないんですよね、多分。セットアップが、はい、今マネキンにあって、はい、中のは、はい、中のは変えたんです。中のは、なんか一応いろいろ着てみて、はいはいはい、合うやつをっていう感じですね、はい、じゃあ中には白い色を入れようかなと思って、でいろんなパターンの白を秋カラーですね、はい、ちょっと秋カラーって言えばいいって思って秋カラーじゃないです、白、はい、ベーシック、はい、そうですね。まあ、要は、外のセットアップだけ決めておいて、中にちょっと白いの入れようってことで、いろいろ変えていった結果、これが一番しっくりきた。そうです。はい。なるほど。わかりました。はい、まあ、アイテム自体、それぞれすごくいいと思うんですよね、うん。組み合わせもすごくいいんですけど、うん、ただサイズ感が全く合ってないのって感じですかね、うん。はい。ちょっと下のズボンがあまりにもダボっとしすぎてて、うん、なるほど。そこでちょっとだらしない感じが出てて、うん、上にスニーカーに合わせてるので、うん、なんか上と下結構、なんかバラバラ感。同じアイテムなんですけど、はい、ちょっと、なんか座ってたらいいけど、立ったらなんかいきなりちょっと、うん、ちょっとダルンと下がとにかく太いですかね、うん、もうちょい細いズボンだったら、はいはい、堀さんには合ってたかな、結構ね、うん、こことかもゆったりした作りになってる、わざとこういう風に作ってると思うんですけど、うん、これ今回 のユニクロの U の新作だと思うんですけど、うん、はい、そうなんですよね、結構実はズボンが結構ストーンとした作りになってるんですよ、です、ね、はいはい、だからもうちょっと身長高い人の切り方とか見ると、はいはい、多分もうちょっと下まで足がある想定で作ってる作りだと思うので、うんうんうん、これ裾上げしたんですか。ちょっとだけしました。あ、そうなんですか、はい、うん、なるほど。だったらもういっそのことを下を黒いスキニーにしちゃった方がいいと思います、うんうん、これセットアップにするんじゃなくて、セットアップである必要はないんで、セットアップで売ってるんですけど、うん、もう自分の服に、うんうん、自分の体型に合うようにもう黒いスキニーにしちゃった方がいいですかね、はい、おー、なるほど。実は僕も去年同じユニクロ U でこのパターンのセットアップ買ったんですけど、やっぱり僕も下半身が合わなくて、はい、ちょっとダボっとしたりしちゃって、
まあ、僕もあの去年買ったあのこれ全然着れてないっていうの結構やっぱ下半身が難しかったんですよ、うん、下半身そうですね。そうだからあの上のジャケットは全然パッチリ合うんですけど、うん、下がね本当難しくて、だから今年も多分結構ダボっとしてる、うん、あの実はこれ多分 S じゃないですか、これおそらく S、 あそうですですよね、はい、S なんですけど結構ダボっとした作りになってるので、うん、結構ね あのあれなんですよ、足僕ら足短い民族は結構難しいんですよこのユニクロ U は、うん、だったらもう白あの黒いスキニーにしちゃって、うんうん、その分ちょっとカジュアルになるんで、はい、足元をもうちょっとスニーカーじゃないものに変えちゃった。革靴だったりとか、そうですね、はい。ダンス的にそういう感じですかね。ほ、うん、らアイテムとしてはね別に、はい。はい。それぞれの、まあ、マネキンなんで。うん。はい、あそれはいやアレンジが加わってます。間違えてはね、あの中の白いちょっとタートルネックっていうのは結構いいですね。うん、ポイントとしては。これポイントいいです。だから上半身いいんですよね、これ。上半身はいいんですよ、ね。うん。だからレストランでこの上だけ見たらもう十分。これは、はい、なんですけどちょっと下った時に下半身とこの靴っていうところが、うん、まあもう少しちなみにちょっと脱いでもらってもいいですか。あ、はい、これね、はい、なるほど、はい、脱ぎます。あ、はい、まあやっぱこう脱ぐともっと下のダランとした感じが目立ちますね、はいはい、うん、なるほど、うん、なんかサルエルっぽい感じのイメージ、うんうん、サルエル未知の用語みたいな新しい用語が来ましたね。はい、こうね、太いダルンとしてるズボンの、うん、はい、サルエルパンツっていうのが、うん、はい、あるんですけど、見えちゃうね、やっぱちょっと締めちゃった方がいいですかね、うんうん、これを、はいはいはい、なるほど、うん、やっぱ下半身で整えるっていうのがすごい大事なので、うん、やっぱり僕らに結構そのダボっとしたズボン、うん、結構で難易度高いんですよね、うん、はい、っていうところがあるのかもしれないですけど、まあ、とはいえあの服装としてはじゃあ改めてあの今回は何点つけましょうか、これで、ね、どうですか。でも、はい、さっきのよりはいいんで、うん、はい、72点。おー、100点みたいな。話聞いてほしい。はい、岡田さんの70点超えてきたらもう100点みたいな。いや、甘すぎて。なるほど。はい、やっぱね、上のね、やっぱちょっと大きいから、はい、ちょっともうちょいこれぐらいちっちゃくなったら、もう嬉しいかなって感じしますね。やっぱセットアップって、すごい体にフィットしてるかどうか、すごく結構難しくて。ね、ほら袖がね、余ってますから。そうなんですか。ああ、なるほど。そうそうそう、うん。ちょっと一回り全体的に大きすぎるかなっていうふうに見えちゃうんですよね。うん、なんかこれ女子高生の声になってると可愛い効果。いやいやいや。女子高生ですか。女子高生ですか。それはあなた女子高生ですか。違います。一応適用されるのかな。いや、適用されないです。おじさんですか。はい、なるほど。36歳のおじさんなので。されないです。お前袖山に言うの。はい。はい、というわけで、そうですね、まあ、とはいえ、まあ、はい、そうですね、足元もね、そうですね、向上の余地があるということなんですけども、まあ、とはいえ、今回のね、あの企画で、うん、あのこれまでの堀さんよりも明らかに面白かったっていうのは、マイナスでしたからね、はい、なんですけど、これの格好だと、あれですもんね、おばさんも全然話しかけられますし、全然大丈夫です。一緒にでやられてますもんね、はい、はい、というわけでこういう格好でですね、あの、まだまだ向上もできますけれども、こういう格好で、はい、桜ナイツの、まあ、あの M リーグの方に来ていただければというふうに思ってます。で、最後にですね、あのせっかくなんで、まあ、モデルウォークというか、はい、ウォーキングをしていただこうかなと。しましょう。ここが、はい、ランウェイだと思って、ちょっと短いですけど、はいはい、ここに行って戻ってくるんで、あの、モデルになった気持ちで。モデル？はい。パリコレですか？パリコレ、パリコレかどうかわかんないですけど、はい、まあ、あの、いろんなコレクションがあると思うんですけど、まあまあ、ああいう感じで、じゃあ、あのモデルになった風に、あのモデルになった風に。なった風に歩いて、ここくらいまで行って、で戻ってくるだけで。ありましたね。はい、確かにちょっと短いですね。はい、まあ短いですけど、まあこんな感じかなみたいなので、わかりました。はい、ちょっとやってみました。はい。あ、脱がなくていいですか？いいですか？脱がなくて。モデルってこういうの、こうじゃないですか？それでもいいです。それでも、それでも OK です。それでも。まずこれですよ、ね。まずこれでも OK です。OK、はい、です、はい。じゃあこれでいってみましょう。はい。はい、じゃあいきますよ。はい。はい、じゃあ、あの、じゃあラーメン登場、あ、登場して、まっすぐ行きます。はい、そう行きましょう。ん？どうぞ。じゃあ、こっちから登場して、はい。あー、わかりました。はい。じゃあいきましょう。はい、登場ワンポージング、ツーポージングで戻ってきてください。ここで難しいこと言いますね、素人にだからあれですよね、素人なんですよ。でここで一回ポーズをここで一回取って、うんうんうん、でここでこう行ってもう一回ここでなんかこうポーズを取ってで戻ってきてでこう戻ってくる感じってことですよね、はいはい、うん、OK です。はい、じゃあやってみましょう。まあじゃあこっから行きますね。はい、じゃあこれでどうぞ。どうぞどうぞ、まだいいです、いいです、どうぞ。どうぞ、戻ってきて。
はい、で戻ってきて、はい、完璧ですね。どうですか、お母さん。いや、ちょっと歩き方すごい気持ち悪かったです。モデルの歩き方あれなんですか。そうそうそう、じゃあ戻ってください。はい、さっきの話に戻りましょう。はい、いや、モデルのこと舐めてます。じゃあちょっとだけ、岡田さんに見本を見せていただくっていうのはいかがでしょうか。じゃあ、これで持ちていただいて、はい、はい、じゃあ、岡田さんどうぞ。なんで笑うの？なんで笑うの？どうしました？なんで笑うの？じゃあ、さっきの話に戻りました。はい、なんで笑うんですか？いや、先生、はい、同じだなと思って。いや、全然違う。大丈夫です、全然違いました。全然違いました。びっくりしました。めちゃくちゃ面白かった。いや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 、どういう目をしてるんですか？何が一緒だったのか教えてます。いや、僕からしてみれば人間っていう以外 の、 共通点なかったです。他の共通点は一個もなかった。一緒ってどういうこと？全然違った。まあ、ぜひね、これはじゃあ動画で見てね、確かめていただきましょう。ああ、そうですね。壊れてたなって。酔っ払いかなみたいな。なんだろう。まあまあ、これはね、はい、確かめていただくとして、というわけで、すみません、改めて。今回の動画、はい、いかがでしたでしょうかというところで、堀さんに感想を聞いて、お母さんに感想を聞きたいと思います。堀さん、いかがでしたでしょうか。はい、はい、まあ、そうですね、はい、僕もうちょっとね、厳しい点がつくと思ってて、はい、あ、もっとね、はい、はいはいはい、やっぱりね、はいはい、うん、結構ビクビクしてたんですけど、はい、うん、いや、もう100点みたいなもんか。違いましたけど、はいはい、はい、まあまあまあ、まあ、ポジティブな、はい、すごい嬉しかったですね。はい、うん、はい、というわけで、まあ、じゃあやってよかった企画になりましたかね。はい、はい、ありがとうございます。というところで、お母さんいかがでしたでしょう。私はですね、全然本当に良かったら100点あげたいなっていう気持ちで今日来てるんで、はいはい、全然100点じゃないです。うん、25点も72点ですから、はいはい、まだまだ向上できる。ギリギリ合格レベルなんで、はいはい、まあ、これだと一緒にね、行ってもいいかなと、はい、まあ、そのシチュエーションに、まあ、なくもないかなぐらい。そうですね、はい、ですけど、というわけで、おそらくこの1年で、またですね、学んでいただいて、まあ、岡田さんも近くにいますし、はい、服装についても向上していただけるというふうに思いますので、この先の堀さんの服に楽しみ、服装に楽しみにしていただきつつというところで、はい、というわけでこの動画を終了させていただきたいと思います。はい、というわけでどうもありがとうございました。